水野飯塚翔太です。はい、全日本実業団はリオ五輪同士の対決になりますが、どんな目標を意気込みで臨みますか？200m に出場するので優勝と、あとリレーの2種目優勝、そして会場を盛り上げることですね。リオ五輪で改めて気づいた自身の特徴というのは何かありますか？リレーに関してなんですけど、自分がしっかり高いトップスピードで走るっていう自信を持てましたね。リオ五輪から帰国して国内や周囲の反響で驚いたことはありますか？そうですね、声をかけてもらう頻度が増えたっていうのと、地元をはじめ皆さんがすごく想像以上に喜んでくれるのにはびっくりしましたね。秋シーズンのレースで一番やりたいことは？ですね、まずはオリンピックのリレーの走りがすごい良かったので、その感覚を今季の 200m につなげる走りをするのと、あと今回、応援してくださった皆さんに恩返しのつもりで楽しませるようなパフォーマンスをしたいと思います。最後に来年のロンドン世界陸上の目標を教えてください。個人の決勝進出とリレーでもう一度メダル獲得したいです。ありがとうございました。ありがとうございました。